みんな、状況は分かっているか？はい。生きるか死ぬかの戦いになる、と覚悟はできております。気負うことはない。気楽にな。最善を尽くす。そのことだけを考えろ。おわ。ああ、うん、まずは負傷者のところへ案内してくれ。できるだけの手当てはしましたが。思った以上に深いな。爪や牙で引き裂かれたのか。まあ、やってみるか。リムル様、何を。俺、おお、傷が治ってる。すげえ効能だな、回復薬。体内でぶっかけただけでこんなに効くのか。そうと分かれば。はい、次。ヒポクテソウを食いまくってストックはたっぷりある。無法。はい、次。全員直してやる。さすがはリムル様。これで全員治ったな。では柵を作る。村の防備を固めるぞ。でも柵なんかであいつらを止められるのでしょうか。逃げて体勢を立て直すのも得策かと。強がっても直接対決となるとみんなビビるよな。なんかうまく士気を上げられればいいんだけど。魔獣が近くまで。まさかあいつらも牙狼族のように住処を増やそうと。落ち着け。ここは俺に任せておけ。どうせ大したことない魔獣だって。リムル様、まさか一人で。村を守るのにこれくらいできなきゃお前らに示しがつかないだろ。少しは強そうだな。私に任せて。私の番。大したことなかったな。簡単に魔獣を撃退するとは。どうだ、俺がいれば安心だろ。とにかく村の防備を固くして負傷者が出ないようにするんだ。守りが完璧なら安心して俺も戦える。皆の者、リムル様の言葉に従い急いで防護柵を作り上げるのじゃ。ふう、これで村の防御は大丈夫と。あとは奴らが攻めてくるのを待つだけ。